戦国時代、日本に到来した、イエズス会員などの南蛮人たち。白人のほか、黒人も描かれている。二人の金髪の白人男性、バルトと北欧起源のそれぞれ。金髪壁眼の白人女性白人は、通俗的人種概念の一つで、肌の色が薄く白に近い人種の総称。白色人種。いずれも、文化的、社会的、政治的に形成され。 便宜的に使用される用語であり、生物学的分類として有効な概念ではない。メラニンの量は人種的特徴の中でも世代を減るに伴い比較的変わりやすい特徴である。さらには日光を浴びる度合いに伴い、後天的にも変化する。そのため、メラニンの量で決められる白人の色以外の特徴には高カソイドであるという以上の共通点は乏しい。 日本人などと比べると体毛が濃く長い、また手足が長く、鼻が高い、目が大きい等の特徴がある。アメリカ合衆国国勢調査では時代によって多少変化するが現在では白人はヨーロッパ、中東、北アフリカ起源のものと規定されている。インド系は白人ではなくアジアン・インディアンとされる。2010年の国勢調査では 白人と回答したものは全人口の69.1%である。ただし、人種を回答したものは87.5%、一つの人種のみ回答したものは85.8%である。ラテン系アメリカ人をブラウンと呼び、白人と区別することもある。彼らの中には、コーカソイドでないモンゴロイドのインディオと根血したメスティーソも多い。アラブ系は、 彼ら自身によってもアメリカ社会によっても白人とはみなされていない。1967年までいくつかの州では先祖に一人でも黒人がいるものは黒人とする一滴ルールがあった。黒人と白人のハーフであるバラク・オバマやハルベリー、黒人のクォーターに過ぎないタイガー・ウッズなどが黒人とみなされるのもこの影響があるとされる。イギリスの国家統計局はホワイト・ブリティッシュ。 ホワイトアイリッシュ、ホワイトスコティッシュ、ホワイトアザーの4つの民族集団を白人に分類している。なお、イギリスの統計は人種そのものは調査しておらず、白人もこれらの民族集団の総称と定義される。コーカソイドでも、インド系パキスタン系バングラデシュ系、スリランカ系は白人ではなく、ブリティッシュアジアン、アラブ系など中東の諸民族は、 アザー・エスニックグループに分類される。ただし中東でもキプロス系はホワイト・アザーに含まれる。なおユダヤ人はアザー・エースニックグループ、ロマはホワイト・アザーである。社会的にはグレート・ブリテン等アイルランド・ヨーロッパ起源のものが白人とみなされている。ありがとうございます。